下です。下です。のりわんです。はい、ということで本日は私たちの偏見全部間違ってた件について。怖いですよね。ということで、まあ、今日皆様には桜が見えてるはずなんですよね。エゴ性出しとくんですか。そう、桜が中心に桜舞い散る中にという感じなんですけれども、まあ、偏見ドライブを撮ろうと思ってきたんですけど、ちょっといろいろおかしな事件が起きてて、はい、今ちょっと巷がざわついているということで、まあ、これはゆっくりと話した方がいいんじゃないかという結論に至ってお花見です。ということで、まあ、まずは乾杯の食べていただいて、とりあえずちょっとミクニック始めさせてもらって、失礼します。すいません。まあ、こういうことがね、いいと言ってくれるね、まあ、誰ですかね。もうヨノシロは無理ですよ。ヨノシロはいいよとか言ってくれないし、ヨノシロは遊びあげようかなんて言ってくれませんよ。自立してる女がいいんですから。そう、オープンに今日あの登壇していただきたいのはヨノシロ。意味だよ。あ、確かにないよ。何してんだよ。まあ知らない方のためにもちょっとこの経緯を説明すると、ラボネのスパダリ JO1 の与那城翔くん、大好き与那城。万丈一致で面倒見のいい、どんなにポンコツな人間でも全部お世話をしてくれるんだろうっていう解釈でしたよね。みんなそうよ。そうで、なんか結構マサヤとかは、うん、リバンちゃんはそう言ってるけどそうじゃないよとか、結構あったんですけど、与那さんって結構百発百中そうだったのよ。ないですか。なんですけど、この間トークインズっていう番組出演していらっしゃって、まあ、そこで言ってたのが、まずマイナス発言する人あまり好きじゃないよとか、くさ、連絡そんなにしたくないよ、あ、意外、自立してる人がいいよ、全部なんくるないさ、意外やからな、これ結構みんな衝撃やったよ、うん、結構ざわついてたよな、みんな、えってなったよ。どう考えてもざわつくんよ、うん、なんかさ、なんかあれば与那城を出しとけばいい、そう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 、ちょっとみんな思ってたよ、思ってたよ、正直もう違うから、うん、もう卒業です。今だの僕の時、与那城と別れの時だ、はずむはずむはずまへん。ルキとかも思ってたよりヤバいやんってなった、けど、与那さんの衝撃がでかすぎてあんまり覚えてない、うん、むしろルキくんが通常人間みたいな、可愛いくらいにテンションやでもんな。じゃあ逆にうちらが思い描いてた与那城はどこからそう思ってたんてな。でも怖いのがさ、与那さんが自分で言っていいってわけじゃないのが怖いよな。もうだからこれあれなんですよ。でもきっかけはあるわけやん。そう、与那さんも悪い。誰か助けて、うん、また助けて。だから与那さんポジを作らなあかんで言ってる。そう、え、でもめっちゃもうごめんやけど、与那さん卒業です。ごめんやけど、もう解放やから。与那さんからしたら解放。5年間ありがとう。4年間か知らないですけど、何年やってるよ。だってこの偏見怖いよな。だってめっちゃ初期じゃない。うん、結構初期から勝手に恒例行事や。ほんまに推しからしたら大迷惑な話やねんけど。推しは知り得てないから、知り得てないからな、知り得てないところでやってた。うちうちの話やん、これって。そう、オタクだけの話。一応これな、全国配信っていう怖いところはあんねんけど、まあそんな中で4月ですし、就任したいスパダリ候補皆さん、温かく迎えてください。それでは名前呼んでいきたいと思います。尾崎たくみくん。たくみくんです。たくみくん登壇です。就任おめでとうございます。ということで、新しく私たちの元に尾崎たくみくんというメンバーが加わりました。温かくて何が悪いの。もうあれ尾崎の回でしたよね。そうやで、だってもう出てない。イメージ話しかないもん。ほんまに。でもなんかそれだけの話だけで尾崎って簡単に言わないでよっていう意見も今聞こえてきました。あ、違います違います。ちゃんと今までも踏まえてます。何言って出てこないんですけど。今ちょっと出てくるかなって待ったには出てこなそうでしたね。出てこないんですけど、全てを許してくれそうな空気感だから。そうやし、こっちも許してあげたいって思っちゃう。なんかそうえ、でも結構結婚したいと思ってる。そこは違うくない？え、そう。え？うちらどこのパラレルワールドに今付き合ってたかな。結婚ってなったらまた違うなってなるんやけど。結婚ってなったら誰？みんなは誰なの？え、ここではっきりしようや。みんな言うけどリアクや。下げるのリアクやとか。え、出てるん答え。じゃあその人と温かい家庭作っていきたいなって思ってる人。おっと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 。逆に付き合うのは違うね。誰と付き合おうとしてるの？その夢だ。やったい。ちょっと待って。豆大福。豆大福。豆大福。リヒトの方がやっぱお父さん知ってる絵も浮かぶし、そこまで未来もそうです。私のベビー
顔してる隣でいる人がいろんな荷物を持ってあの男の子2歳ぐらいを追いかけてる絵までるさ想像できるの。ベイビーを出してるから今2人も産んじゃったよ産んでます。どう将来設計とかどう。将来設計はなんか私の中で私が本当に送るであろう結婚生活と理想とする結婚生活っていうのがあって、理想とする結婚生活にいいかもって今日の朝ちょっと思ったのが、豆原一さんウィンターキャンプ見とったのはもう朝起きてきて純粋にめっちゃ無言でこうやって抱きつきに行くのやねんけど、なんかずっとこうやってやってるわけじゃなくて、であのお兄ちゃんたちがご飯バーって作ってるのに黙々とご飯食べてる感じがほんとこっぽくて雑で好きって思う。あーそっちか。そう、それはほんまの理想の、うん、自分が自分じゃないと仮定した時にマメちゃんとの家庭を送ってきたかったんだけど、ほんまにごめんやけどヒロト、だるい。ヒロトとの結婚生活に悩みたい。てかヒロトとはパートナーだからもう今話題の事実婚とかそういう未来は見えてて、それ対面で聞いてこいよ別居婚についてどう思う。私は別居婚でも次それ行こうかな。私は別居婚でもいいかなと思ってるけど、どうやって席入れたい派みたいなどういう風に思ってるみたいな。もうこれ偏見っていうか答え合わせ会やん。あそうそうそう、言ったらそのあざとくて何が悪いのの時にヒロトがグルス空いてたら次新しいの言いますかってで女の子が言ってるシーンにあざといて誰よりも早く言ってたの。それを見た時になんかえこれってあざといかなってなんか自分で言うのもないけどするタイプやん。でもさでもさでもさそういう意図がなくやってるわけやん、こっちはグルス空いてるな入れたかいやん。そう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 でやってるけどそれをあざといって捉えちゃうタイプなんやったら私はヒロトの前で何をやればいいんだろうみたいな。でもあのあざといはさあざといじゃなくてあざといの方やってやん。いやでもさあからさますぎたらだるって思うタイプじゃない。俺のこと落としたくてやってるんかなみたいな。勝手に距離置かれそうですね。なんか気づいたらこっちとここにおるみたいな。そこで生まれた私のヒロトの偏見やねんけど、例えば飲みの場で私が基本お酒もさ基本飲まんからあ何飲みますかとかやっちゃうん、これはもう基本でやっちゃう。誰どう生まれてるかもやることないからやっちゃうん。船の場合は自分がどうとかじゃなくて普通に気になるから言うのそれを。やねんけどじゃあこういう子がこういう子がねなんかじゃあまあ今の時点で 10-0 です何かやるってなった場合にの時にこういうタイプがリサハイボール飲み終わったみたいな、ヒロト君もグラス空いてる何か飲みますか、に落ちるタイプじゃない。ちょっと自分がグラスが空いたから言ってるだけのちょっと言ってみただけのやつの常に気に回ってる方よりもワイワイしてるっぽく見えてたのに、俺にそうやって声かけてくればそうじゃない。よし、それで言ったら私がヒロトとの飲み会に誘われた際には際には絶対に鉄壁の格好で行くの、うん、体型も分からんような、うん、それを自信がないからとかじゃなくて自信もないねんけどマナーかな、ね、みたいな感じで思うのな。やけどじゃあ一緒に来たじゃあ B 子ちゃんが、うん、結構ちょっと胸元空いてるよみたいなお洋服を着てきたとするじゃないですか。でその子はめちゃめちゃ狙ってます、うん、もう分かりやすく。でもそういう子がなんかおしぼりとか取ろうとした時にこういうそあーここな押した時にそれをなんかマナーいい子って捉えそう。ド偏見やけどちょっとわかるもんな。でもそれをなんかエロアの子とかの目じゃなくて、あそういうとこ気にするんや、とかでキュンしてそう。そこじゃないやそこじゃないやみたいな。こっちタートルネック着てますやみたいなそれでさ船がさしてるところを認めてくれそうなので富山で私はやってやんそれが。もう今いないんだよ。えほんまに誰もじたまは誰私のんじたまは誰京ちゃん逆にの見たくなっちゃうからさ。でも藤巻が一番綺麗なタイプ。でもやってくれる人好きやん。え、でもだからやってくれなさそうな雰囲気をこうってしてる子がやってくれるのが好き。やってくれそうな雰囲気やからな。いやし、なんかきついやん言い方とか。ああ。何食べたい？ああ。京都タイプの女の子。京都タイプ好きやん。京都ちゃん。京都系やわ。そやな。ピクニックしようとか言った時にこんな質素のピクニックじゃなくて、なんかサンドイッチとか作ってくるような子がいいわけやん。あ、これバケツ、バケットみたいな。キョウちゃん自体はそういうのめんどくさいから協力はしやんねんけどそれに必死になってる子を見て可愛いと思うタイプの脳みそをお持ちなんですよ。面白がショック。あ、そう
さんごめんなさい。あれは泣いた女が多かったと思うで。俺も泣いたよ。しかも純喜の恋愛観誰が何分かってちゃんと教えて。ちゃんと教えてよ。しかも純喜のオタクってさ、純喜のそういうとこ絶対知りたい子多いやん。そう、なのに純喜のやつだけ全然分からへんまま終わってる。お前ただのポンコツ野郎で終わったからな。あれマジでムーやったわ。それもすごいから。それ二人歌ったら大変で。でもどんどんやんって純喜は多分キレてくるから自分のことたまにあげて、ちゅんきはたまにあげるタイプよな、絶対知らんけど絶対自分もキャリー忘れてきた経験あんのに、しかも自分通るのに自分の足が忘れだから確認しって言うてんとかそんなん忘れんとか言うてな、ちゅんきと一生交われへんのよな、うちらな、知らんけどな言い方もあります、言い方もありましたけどで、まあ答え合わせもできたことですし、食べておきましょう。チャンネル登録、高評価、無断転送お願いします。それでは、さよなら僕のショー、いつか君と忘れる忘れる忘れる。